ルバイトのシフトを減らして対応しているといいます。本来であれば働きたいと言っている方に関してはどんどん働いていただいて、うちのお店の売り上げを一緒に上げていけたらと思って、それがちょっと今できないというのはすごくもどかしい気持ちではあります。この居酒屋は都内に2店舗構えていますが、何もしないままで、このまま2店舗でやっていくとなると、やはり、資金の方もそうそうですね、この年内持つかどうかっていうところは正直なところだと思います。今後は新たにドレッシングなどの通販事業を始めて